ったわ。あきらんで開業しようかな。え、開業？実家の近くで？うん、大学に残ってもこれ以上偉くなれそうにないし、敷居も大事かと。実家が病院に？チャンネル登録よろしくお願いします。母は大阪の小さな自営業の家に生まれました。小さな自営業ながらも幸せに暮らしていました。そして20年前サラリーマンの主人と結婚したのです。主人の父親は当時大企業の役員をしていました。その時母の父親が言いました。あきちゃんごめんやで、お父さんの商売が小さな商売やからあんたに恥かかせて、あのハゲ親父嫌なやつやけどお金持ってそうやから可愛がってもらいなさい。結婚当時大阪の商売人の家と結婚したことを主人の家は恥じているように感じました。また母は何かと義理の父親に嫌味を言われているようにも思いました。小さな自営業の家の子だと思ってバカにして、母は我慢しました。20年間じっと我慢しました。そしてついに時が来たのです。僕開業するわ。え、早速主人に話しました。お父さん、ついにお母さんの実家が病院になるわよ。あ、そう。え、あなたたちがずっとバカにしてきたうちの実家が。え、俺お前の実家をバカにしたこと一度もないけど。え、お前んちのお父さんは会社を何十年も潰さず頑張ってきたじゃない。子供もちゃんと大学まで出して。うちの親はお前んちをバカにしたことなんて一度もないけど。母の父親は7年前に亡くなっています。お父さんは死ぬまで自分の商売が小さいから娘が嫁ぎ先でいじめられていると思っていたのよ。それは違うよ。うちのお父はお前の実家をバカにしているのではなく、お前のことが嫌いなんだよ。母は思いました。実家のお父さんがバカにされていたのではなくて本当に良かった。いいねボタン、コメント、いつもありがとうございます。